風邪をひきました。梅雨も明けたというこのタイミングでです。風邪をこじらしてしまいました。おそらく寝てる時にエアコンつけっぱなしで寝てしまったのが原因だと思われます。いやー、風邪とかひいてる場合ではないんですけどね。なので今日は音声のみでございます。今日はね、リハーサルをしてきまして、最近知り合ったサムという一弦ギターとか三弦ギターとかなんかちょっと変わった弦楽器を使うシンガーソングライターというか、で彼とね、今月なんかビアフェスみたいなところで演奏するっていう話になりまして、でサムの曲がこう、11曲ぐらいこう送られてきて、で、どれもこうかっこいいんですけど、似たようななんていうか曲ばかりなので、ちょっとある意味難しいですよね。あれ、この曲どんな曲だっけみたいな、こう結構カントリー、ブルーグラス的な雰囲気のちょっとこう曲が多いんですけど、で今日リハ行ってきて、一応その送られてきたやつはね、11曲譜面書いてそれでこう行ったんだけど、なんか音源と実際やってみたら全然キー違ったとか、フォームも全然違ったとかで、11曲だと思ってたら実際は30何曲あってで、まさかそんなにはやんないでしょ、30曲とかはやんないでしょっていう風に、こんだけ曲あるから、こん中から選ぼうよみたいな感じかと思ったら、本当に30曲やる、30曲以上やるみたいな。でどれもこう結構似てるから、かっこいいんですけど、どれも結構似てるから、いやこれはある意味難しいなという感じでしたね。ちょっとこう彼の何フレットを押さえてるかっていうのを一応見ながら、目視しながらですね、よくこう耳をねこう使って、あ、そっち行ったのねっていう風にしながら、なんとか空気読みながらやっていくしかないでしょう。そしてまた明日も別のリハーサルで15、6曲もうちょいあるのかな、また全然違うタイプのやつが。風邪をひいてる場合ではありません。早く治したいです。今日はこの音声のみの動画と言えるのかラジオみたいな感じになってしまいますが、ちょっとね具合悪いので、今日はなんとかこれだけ一応撮っておきます。じゃあまた明日、お疲れ様です。